Welcome to SBI Talk Show。接下来我要为你们来介绍五月份拍卖当中会呈现的两件作品。这件作品是河原为自己的友人雕塑家冈崎和郎所作。1966年，河原在纽约开始了 data painting 的创作，并在此后无论他身处何地，都坚持进行这个系列的创作。该系列的作品总是遵循严谨的结构，画面上记录的日期所采用的格式取决于艺术家当日身处国家或地区的语言及惯例。河原为此独创了一种无寸线的字体，并用该字体在单色画布表面上精心绘制白色字母和数字。オブカルチャーのアイコンをモチーフに東海岸のストリートカルチャーを表現した作風で知られているキャサリン・バーハートのキャンバス作品です。荒削りの輪郭、スプレーペイントとネオンカラーの多様など、バーハートならではの絵画的言語を解読することができます。1988年、映画 E.T. の VHS 版発売を機に、Pepsi とのタイアップで CM が制作されました。きっとそのワンシーンが幼い頃のバンハートの脳裏に焼き付いているのかもしれません。本次介绍作品将于5月26日、27日的 Modern and Contemporary Art 的拍卖上呈现，衷心期待您参与。